おはよう。おはようございます。おはようございます。いつもね、朝は基本早起きしないです。やっぱり今しか寝れないし、結構朝はいつもね、ゆっくりしてます。で今はビログマスをね毎日あげてるので、毎日撮影と編集で忙しくて、朝だけはゆっくりしたいって感じで、なのであと朝は基本ゆっくりです。で今はちょっと今日あげなきゃいけないビデオをちょっといろいろ設定したくて、ね、このトマト美味しそう。いつもは朝はサンドイッチ、多分みんな見てくれてる人は分かると思うけど、朝はいつもこんな感じでサンドイッチです。で野菜は毎週取ってるオーガニックです。ほら美味しそう。やっぱほうれん草、レタスとかじゃなくほうれん草、鉄分取らなきゃいけない。で、ほんとシンプルに、もうとりあえずね、ほうれん草はたくさんのせて、ポンポン。あれ、めっちゃいい。あ、ベビーのやつ残した。トマトはね、今日は、こっちのトマトも美味しそうだから、こっちものせたい。で、ちょっとお塩、本当はバジルと胡椒とも入れたくて、であとはサラダのドレッシングとかをかけて食べたりするんだけど、今日はちょうどないので、この間ねタコパをねビデオブログの中でしたんだけど、その時に買ったピザソースとマヨネーズを今日はかけて食べます。でちょっと味濃くなっちゃうから少しずつのせます。で妊娠してる時はお腹空いてると我慢ができないので、ベビーよりも先に食べます。でご飯食べ終わってお顔洗います。で最近はまたオリーブ石鹸を使って、で大きいキューブをね3等分にしたうちの1つ、よくね泡立てて、そう朝はねやっぱ皮脂の汚れだったり、あとベッドとかで汚れてたりするから、そうなので朝もちゃんと洗顔するようにしています。で化粧水はもうここでいつもすぐ作るようにしてます。よいしょ、お腹大きくなった。この線とかも面白いよね。そうお腹がちょっと乾燥してる感じがあるので、ハハバオイル、まあ、いつもねなんかまあオイル使ったりクリーム使ったりいろいろその日の気分によって使い分けてるんだけど、とりあえずこんな感じです。まあ背中とか、まあ基本ねあのお風呂入った後に夜とかには全身につけるんだけど、こういう朝とかはお腹だけマッサージしてあげたり、まあ乾燥気になるとこにつけたり、もうこのビデオ上げてる頃には1ヶ月切ってるので、そしたらいつも通りに準備していきます。毎日メイクはビデオが上がってるので、よかったらチェックしてみてください。
で、いつもこのタイミングでコーヒー飲んだり、あとはあのアプリを読んだりします。毎日その予定日まで何日とか、あの毎日毎日ね、いろいろ赤ちゃんはどうなってるとかいろいろ書いてあるので、それを読んだり。でやっぱり妊娠中はね、一番気にかけてることは栄養です。赤ちゃんに対して栄養をね、すごい届けてあげたいっていう気持ちがすごい大きいから、朝もほうれん草とかね、トマトとか、まあ、ちょこちょこ気にかけてはいるんだけど、やっぱり一日を通して全てを補えるわけではないので、栄養を蓄えられるわけでもないから、やっぱりね、葉酸絶対に取っておきたいので、まあ、こういうこのタイミングでいつも欠かさず飲むようにしています。で、そう、妊娠前からやっぱ飲んでると絶対いいなと思うので、もし今ね、子供が欲しいなとか、まあ、将来もうちょっとしたら子供が欲しいなっていう方も飲んでた方がいいと思う。そう、そこだけ本当一個後悔してます。まあ、目に見えてね、目に見えてね、分かるものじゃないんだけど、やっぱり飲んでおくのと飲んでおかないのじゃ多分絶対違いは出てくるだろうから。そう、なのでいつもね、このベルタのこれをね、いつも4粒飲んでます。結構粒は大きいんだけど、でも味とか全くないので、すごい飲みやすいです。葉酸と鉄分、ビタミン、本当に重要だと思うので、やっぱり食事から取るのも本当に大変だし忙しい方とか、あとは仕事してる方、妊娠中もね、の方も多分すごく大変だと思うから、これは飲んどくべきだし、今妊娠してる友達にあげようと思ってます。産後までね、飲む予定です。どのぐらいまで飲めばいいか分かんない方もいると思うんだけど、だから結構ね、長い期間、長いスパンにあたって飲んでいくものだから、と定期的にも買えるし、すごい便利なので、一通りの栄養素は全部入ってて、ちゃんと裏にね、栄養とか全部書いてあるので、あの妊活中の方と妊娠中の方、出産後、産後も飲めます。やっぱり母乳とかで栄養がね、全部持ってかれちゃうと思うので、これからも飲み続けようと思ってるので、みんなよかったら下にリンク貼っときます。よかったらみんなもぜひぜひチェックしてみてください。で、これから少しお仕事して、今日は友達の家族にクリスマスプレゼントを買いに行くので、とりあえずお洋服着替えてまた戻ってきます。 Nothing. It's so casually nothing. はい、ではこんな感じで、モーニングルーティーンでした。そんなにね、特別なことはしてないんだけど、やっぱり肌のケアだったりとか、あとはちょっと疲れやすいから、こうちょっと横になったりとか、なんだろうな、基本的にゆっくりした動きをすることを心がけているのと、あのサプリだったり、あと食事面だったり、いろいろ気にして、毎朝あんな感じでゆっくりした朝を送っています。今日も見てくれてありがとう。サプリのリンク下に貼っておくので、みんな本当ぜひぜひおすすめなので、よかったらトライしてみてください。参考になったよって人はいいねとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。あとはインスタグラムのフォローと、あとは2人のアンディとのチャンネル、ビログマスね、クリスマスまで、毎日ビデオあげるので、よかったらチェックしてみてください。じゃあ次のビデオもお楽しみに。じゃあね、行ってきます。